カバラは、ギリシャ共和国先マケドニアトラキア地方の都市。カバラ県の県都である。東マケドニア地方を代表する港湾都市であり、約6万の人口を要する。北部ギリシャでは、テッサロニキ都市県に次ぐ第2の都市である。カバラ湾に面する。沖合には、タソス島が浮かぶ。エピダウロス地域に含まれる2000人以上の集落は、以下の通り。 カバラはおよそ紀元前6世紀、パロス島からの移住者によって作られた。彼らは、新しい都市を意味するネアポリスと呼んだ。ネアポリスは、マケドニアの町で、ピリっぽいの港であった。おそらく、ダトゥムと同じ場所にあったと推測される。ダトゥムは有名な近郊、海港で、ストラボンは町について精通していた。しかし、カリア出身の冒険家シラクスは、 ネアポリスとダトゥムを区別していた。彼は、ダトゥムは、アテナイの植民地であったと加えており、彼の文献にあるダトゥムは真実だということには、ならなかった。彼の文献の真の意味は、ネアポリスは、ダトゥムを作った、アテナイ人たちの植民地だったということだったのだろう。ゼノビウスとエウスタティウスはどちらも、ダトゥムは、タソス等の植民地だったと断言している。 タソス人はこの沿岸部にいくつかの植民地を持っていたことから可能である。もしネアポリスがアテナイ人の定住地なら、その建設はアンフィポリスより後だったと推測される。ネアポリスは古代に高架も鋳造していた。紀元前168年、共和制ローマの死となり、フィリッピの戦い以前の紀元前42年には、 マルクス・ユニウス・ブルートスとガイウス・カッシウス・ロンギヌスの基盤となった。首都パウロはヨーロッパへの最初の航海の際、カバラへ上陸した。東ローマ帝国時代、町はクリストポリスとギリシャ人から呼ばれ、地元のブルガリア人からはモルネツと呼ばれていた。海から見た旧市街カバラは1371年から1912年までオスマン帝国の一部だった。 16世紀半ば、スレーマン一世のギリシャ人大宰相イブラヒム・パシャは、水道の建設によって、カバラの成長と繁栄に貢献した。オスマン帝国は、パナギアの丘にある東ローマ帝国時代の要塞を、拡張した。どちらも、今日、死の象徴となっている。1952年までエジプトを治めた、ムハンマド・アリー朝の創建者、ムハンマド・アリーは、 1769年に、カバラで生まれた。彼の成果は、博物館として保存されている。カバラシカバラ市は、東、マケドニアトラキア地方カバラ県に属する基礎自治体である。2010年に行われた、地方制度改革に伴い、2011年1月1日付で、旧カバラ市と旧フィリッピ市が合併し、新たな自治体として、カバラ市が発足した。 旧自治体は新自治体を構成する行政区として位置づけられた。カリクラティス改革以前の旧カバラ市にあたるカバラ地区は以下のキノティタ及び都市集落から構成される。表中のデルタ。デルタはデルタイタミュータウヨタカッパデルタイオタアルファミューローイオタシグマミューアルファの略でありカポディストリアス改革による 東廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。カバラ空港、内の地名は、ペリフェリア街を示す。カバラ国際空港は、アレクサンドロス大王空港の名を持つ。カバラ市外からは東に離れた、ネストス地域に位置する。カバルの字が入った四ピアストル切って1893年から1903年の、相場、カバラ市内に、 フランスの郵便局があり自前の郵便切手を発行していた。最初の切手はフランスの切手にカバルと通貨ピアストルの字を重ねずりしたものであった。ありがとうございます。